皆様こんにちはお待たせいたしましたこれより r e ナ n a p c u n c 核兵器廃絶長崎連絡協議会創設10周年記念特別講演会核なき世界への新たな挑戦長崎からの発信を始めさせていただきます私は本日司会を務めさせていただきます フリーアナウンサーでピースバイピースの前田真理と申します。どうぞよろしくお願いいたします。<拍手 S 1> ありがとうございます。今日はハイブリッドでの開催となっております。どうぞ最後までよろしくお願いいたします。まずは開会のご挨拶です。長崎大学学長、河野茂よりご挨拶申し上げます。河野学長、よろしくお願いいたします。 えー、ご案内いただきました、長崎大学学長の河野です。きょうはあのー、大変ですね皆様日和のいい中、またお忙しい中、ですね、えー、ご参加いただきまして、本当にありがとうございます。えー、核兵器廃絶長崎連絡協議会、および長崎大学核兵器廃絶研究センター、レクナあ創立10周年、えー、記念特別講演会、 の開催にあたりまして、主催者を代表いたしまして、一と言ご挨拶を申し上げます。10周年と申しますとおり、2012年4月に r e c n が誕生いたしました。世界唯一の被爆医科大学の歴史を継承する長崎大学ならではの世界に例を見ない 核兵器廃絶に焦点を当てたアカデミアの共同研究教育施設でございますそしてレクナ誕生から約半年後に核兵器廃絶長崎連絡協議会が設立されましたあ長崎県長崎市長崎大学の3社で構成されるこの協議会は被爆地の 自治体とアカデミアが手をつなぎ、核なき世界に向けて共に歩みを進めるという、まあ、こちらも他に例を見ない組織でございます。本日の講演会を主催しております、この2つの組織は、これまでの10周年、10年間で長崎を最後の被爆地に との長崎の人々の強い思いを背に受け多くの期待と励ましに支えられながら様々な取り組みを行ってまいりました、えー、ご承知のように核兵器をめぐっては世界の情勢は極めて厳しいところにあります世界にはいまだ1万3000発近い核弾頭が存在し 核兵器のリスクはますます増大しております今年2月に始まったロシアのウクライナへの軍事侵攻は核兵器の存在する速攻の世界の危うさを改めて浮き彫りにしておりますまた北朝鮮によるミサイル実験も続き核兵器核実験再開の予兆さえ報道されております 先立ってニューヨークで開催されました核不拡散条約 NPT 再検討会議はロシア一国の反対で最終文書を採択できませんでしたこうした状況の中で核兵器の非人道性を知る被爆地長崎の存在は一層その重みを増しております えー、今日の講演会でまさに、そうした核兵器の非人道性を前面に押し出した、あ核兵器禁止条約を実現させた外交官のお一人である、ショーナ・ケリチャーズ駐日ジャマイカ大使をお迎えし、外交の現場から見た被爆地の役割についても、お話をお伺いできるものと、大変楽しみにいたしております。 リチャーズ大使は2005年に国連軍縮フェローシッププログラムで長崎を訪問されこの地との縁が深まったと伺っております本日のプログラムの後半ではリチャーズ大使に加え被爆地の市民活動に関わってこられているパネリストにも討論を通じてこれからの長崎の課題について議論が深まるものと 期待いたしております会場の皆様におかれましてもぜひ活発な質疑をお願いできれば幸いでございますまさに今日のタイトルにありますようにこの場が格なき世界に向けた長崎の新たな挑戦の一歩となることを心より願っております以上をもちまして開会,会のご挨拶とさせていただきます 本日はよろしくお願いいたします。河野学長、ありがとうございました。続いて、長崎県知事、大石健吾様、ご挨拶よろしくお願い申し上げます。 皆様こんにちは例えばご紹介に預かりました長崎県知事の大石健吾でございます本日はあせっかくの機会でございますので、えー、一言ご挨拶を申し上げさせていただきます改めまして、えー、本日は長崎大学核兵器廃絶研究センター通称レクナ及び核兵器廃絶長崎連絡協議会の総理10周年記念特別講演会の開催にあたりまして こうして多数の皆様方に、またあのオンラインでも配信されているというふうに伺っておりますが、オンラインでもご参加いただいている方々、本当に熱く御礼を申し上げる次第でございます。また、河野学長や調べ会長、吉田センター長をはじめ、関係皆様方におかれましては、日頃,日頃より本県の平和行政の推進に格別なご協力を賜っておりますことに、重ねて改めて御礼を申し上げますありがとうございます。 本日はジャマイカのリチャーズ大使は国連代表部でのご勤務をはじめ、国際安全保障や核軍縮の分野で多くのご経験をお持ちでございます。核兵器禁止条約の採択にもご尽力されたというふうに伺っております。本日はそうしたご経験を踏まえて、市民外交に関するご講演をいただくこととしており、 大変ご多忙の中でのご来見を県民を代表しまして心より歓迎を申し上げますさて私は本年8月に開催されました NPT 再検討会議に長崎県知事として初めて参加をさせていただきました現地では広島県と連携をして被爆県の知事として核軍縮の進展に向けた気運の醸成と図るためのサイドイベントの開催であったり のの実現にに向けたた共同コメントの発表などに取りり組んでまいりまいしたこうした被爆地の願いが最終文書の採択につながらず、非常に残念な結果とはなりましたが、核なき世界の実現に向けた歩みを止めてはならないと、その思いを新たにし、被爆の実相の発信、また時代を担う、本日も若い学生の方々が来てくださっておりますけれども、 時代の似合う人材育成にこれまで以上に力を注いでいくということを決意を新たにしたところでございますまた岸田総理が NPT 再建同会議の際に示された広島アクションプランでは各国の若者を被爆地に招いて核軍縮不拡散に取り組む次世代のリーダーを育てるユース比較リーダー基金の創設が提案をされました このプロジェクトは、核廃絶に向けて、若い世代によるグローバルなネットワークを作っていく好機と捉えております。当協議会におきましても、幅広い視野と自主性を重視する、時代を担う国際人材を育成する長崎ユース代表団に取り組んできたところでございまして、今後、積極的にこの国連のプロジェクトにも協力してまいりたいと考えているところでございます。 現在、世界ではロシアによるウクライナ侵攻等によって、えー、核兵器の使用リスクがかつてないほどに高まってございます。こうした中で、最後の被爆地、長崎が果たすべき役割もさらに重要になっていくものと考えております。県としましては、レクナや長崎市とともに、その責務をしっかりと果たしてまいりたいと考えておりますので、県民の皆様をはじめ、えー、関係者の皆様におかれましては、引き続き力強い ご理解ご協力を賜れ,ればと思っております結びに本日ご参加いただいておりますすべての皆様方のさらなるご発展ご活躍ご健勝を心から祈念をいたしまして私からの挨拶とさせていただきますこちらはどうぞよろしくお願いいたします大石知事どうもありがとうございました続いての 長崎市長田上富久様は本日ご公務により欠席となります。第六を長崎市副市長武田義明様、よろしくお願い申し上げます。 皆様こんにちは長長崎市副市副の武田でございます本日、PCUNC レクラン創立10周年特別講演会の開催にあたりまして、田上長崎市長より直接ご挨拶申し,上げ申し上げるべきところでございますが、本日、業務の都合によりまして、出席がかなわず、私の方がが代,代理で出席をさせていただきました。 市長より祝辞を預かってまいりましたので、代読をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。本日、核兵器廃絶長崎連絡協議会、PCUNC および長崎大学核兵器廃絶研究センター、レクナ創設10周年記念特別講演会の開催にあたり、 長崎市民を代表し、一言ご挨拶を申し上げます。レクナ p c u n c が創設10周年を迎えられたことを心よりお喜びを申し上げます。核兵器廃絶に焦点を当てた世界でも類を見ない研究・教育の拠点として、2012年4月にレクナが誕生しました。そして同年10月にレクナの専門的な知見を 長崎県民や市民に広げるため、長崎県、長崎市、長崎大学の3者が一体となって、核兵器廃絶に取り組む枠組みとして、PCUNC を設立をいたしました。これまで相互に連携を図りながら、長崎ユース代表団の育成や、核抑止に依存しない安全保障の枠組み構築に寄与する調査・研究・政策提言などを行っており、 被爆地長崎ににおおける平和活動の歴史に新ししい1ページを刻んでおられました私はよくレクナ創設前後については、紀元前と紀元後ほどの違いがあるという話をします。それほどレクナの誕生は、被爆地・長崎にとって歴史的な出来事であり、今や私たち市民社会の平和活動を語る上で、 なななくてはならない存在と言えます本日は、長崎の新たな市民外交に向けてをテーマに、核兵器禁止条約の採択に貢献されたリチャーズ駐日ジャマイカ大使によるご講演をはじめ、日頃からさまざまな分野で平和活動に携わっておられる皆様によるパネルディスカッションなどが行われます。ロシアによる核兵器の威嚇が続いている中で、 被爆地長崎から平和を発信する、こうしたイベントを開催することは大変意義深く、リチャーズ大使並びに、パネリストの皆様におかれましては、ご多忙のおり、ご講演、ご討議いただき、深く感謝を申し上げます。本日のイベントが、多くの人々と平和への思いを改めて共有し、平和の輪をさらに大きく広げていく機会となることを心から願っています。 長崎市は核兵器のない世界の実現に向けて引き続き力を尽くしてまいりますのでこれからもともに手を携え核兵器廃絶の声を大きく発信していただくことを期待をいたします結びにレクナ PCUNC の今後ますますのご発展を記念するとともに本日のイベントのご成功と 皆様のご健勝ご多幸をお祈りいたしまして、私からの挨拶といたします。令和4年10月29日、長崎市長、田上富士さん、大読でございます。本日はよろしくお願いいたします。武田副市長、ありがとうございました。 さあ続きまして、ショーナー系リチャーズ、中日ジャマイカ大使による基調講演に移ります。皆さん、お待ちかねのこの講演なんですけれども、まずこちらでプロフィールを紹介させていただきます。リチャーズ大使はアメリカ、南アフリカ、国連代表部でのご勤務のほか、国連軍縮委員会の副議長も務められていらっしゃいます。そして 核兵器禁止条約の採択に至る交渉プロセスもおいても中心的な役割を担われました。そして今回はハイブリッド開催ということでオンラインウェビナーの皆さんは言語を選択できますので下のボタン日本語または英語を選択お願いいたします。 詳しいプロフィールなどは会場の皆様配布資料をご覧くださいませそして今回大使にはウェビナー Q&A のボタンから感想ですとか質問もお受けいたしますそれでは庄内ケイ・リチャーズ中日ジャマイカ大使ステージへお願いいたします大大きな拍手でお迎えくだささい今日も平和大行進に参加されてから 今回この資料館にいらっしゃいましたそれではお願いいたしますどうもありがとうございますマリさん <laughs> ミスター Kengo Oishi, Governor of Nagasaki Prefecture, Mr. Toshiaki Takeda, Deputy Mayor of Nagasaki City, Dr. Shigeru Kono, President of uh, Nagasaki University, Dr. Susumo uh, Shirabe, Chairman of the PCU Nagasaki Council for Nuclear Weapons Abolition, and Dr. Fumihiko Yushida. Director of the Research Center for Nuclear Weapons Abolition, citizens of Nagasaki, ladies and gentlemen here, and those of you joining us online, Minasan Konichiwa. You. Can you hear the voices from every nation? Can you hear them calling for peace? Don't make any more of us, hibakusha. No one in the world should suffer this again. These words from the A bomb survivors chorus, never again, were powerfully sung by the Himamari choir for the last time this past August at Nagasaki's peace ceremony. But their enduring message will continue to unite us. In the common desire for a world free of nuclear weapons. As I reflect on the words of the chorus, I must say what a privilege it is to be here in Nagasaki City, a place of hope, especially in this time of global instability. Your compelling story of unimaginable humanitarian catastrophe and your affirmative message for lasting peace. Have been a source of inspiration both here in, a, in Japan and around the world. The voice of your city is heard everywhere. Indeed, Nagasaki's active citizens' diplomacy has been rooted in the firm commitment to pursuing a world free of nuclear weapons and a culture of peace. On this occasion, I pay tribute to the resilient spirit. And the compassionate voice of the people of Nagasaki, and how you have inspired global efforts to rid us of these weapons of mass destruction. Just this morning, I had the opportunity to observe the city's peace activities at your Peace March. It was wonderful to listen to Mayor Taui's message, and I was moved by the instrumental performances of the children from local schools as they played We Are the World. I feel truly honored and humbled to have been invited to speak at this auspicious occasion in Nagasaki, Japan's historic gateway to the world. As a citizen and a representative from the global south, I welcome this opportunity to share my reflections with you today as we look at new challenges for a world free of nuclear weapons and the important question of what role should this A-bomb city play? I believe that by joining together our voices, our efforts, we can move closer to our shared goal of eliminating nuclear weapons and so forever lifting the threat of their use. Before I proceed, allow me to warmly congratulate the hosts of this event, RECNA and the PCUNC, on the celebration of their 10th anniversary and for organizing such a timely and important public lecture. In so doing, I must applaud these two institutions for their tireless work over the past 10 years to open a new path to nuclear, towards nuclear weapons abolition. It is also my distinct honor to salute Governor Oishi and Mayor Tawe and Dr. Kono for their bold and visionary leadership of Nagasaki's noble mission to achieve a nuclear weapons free world. I had the wonderful opportunity of meeting them yesterday and learning firsthand about their work to make nagasaki be the last as i visit the city of peace i must in particular commend mayor towe for his long-standing advocacy carrying the message of nagasaki across the globe today in looking at the current challenges to realizing a nuclear weapons-free world i'd like to focus my talk on the topic of renewing nagasaki's citizen diplomacy and as I do so, I'm reminded of the question from the A bomb survivors chorus. Can you hear the voices from every nation? So let me first share with you about the voice from Jamaica, my country, and what we have to say about nuclear weapons. Perhaps some of you may be asking, what does a small island developing state like Jamaica has to do with nuclear disarmament? And you're quite right in asking this question. After all, Jamaica is known in Japan and around the world as an island paradise for reggae music, the Cool, run the cool Runnings bobsleigh team, and of course for our great sprinters such as Usain, Bo Usain Bolto, as you call him here in Japan. Yes, Jamaica is that and more. In fact, during the Cold War, our reggae musicians, Bob Marley and Peter Tosh, were warned of the dangers of a nuclear war. And calling for world peace. As a constructive member of the international community, we play an active role in global affairs, including on matters of peace, security, and development. In this vein, along with countries of Latin America and the Caribbean region, Jamaica has been a strong advocate for a world free of nuclear weapons. Those of you who are aware, of Jamaica's location in the Caribbean region, right next to Cuba, may say there is a historical connection, as the threat of use of nuclear weapons, like the situation in Ukraine today, was on Jamaica's doorstep 60 years ago during the dark days of the Cuban Missile Crisis in 1962, the very year Jamaica gained its independence from Great Britain. Against the alarming backdrop of the Cuban Missile Crisis, Jamaica, as a newly independent country with responsibility for its foreign policy, was assertive in calling attention to the terror of a nuclear war and questioned the logic of the uneasy balance of, of, of terror between the opposing nuclear weapons powers. In fact, in our maiden statement, to the United Nations General Assembly in 1962, our then Foreign Minister, the Honorable Hugh Shearer, said, and I quote We cannot banish the thought that someday, some madman, for it would take a madman to release the terrors of nuclear war even upon his most hated enemies, might press that fatal button and, and unleash the catastrophe of nuclear war upon us. The following year, in highlighting the gravity of the Cuban Missile Crisis, Jamaica raised its voice at the 18th session of the United Nations General Assembly and called for Latin America and the Caribbean region to be kept free of nuclear weapons. As Foreign Minister Shera said, the experience of those days reinforces the desire of Jamaica's people to keep the whole Caribbean area free from nuclear arms, indeed we, wish, we would wish to see all of latin america so kept free he did not stop there he added we would wish to see as large part of the globe as possible be kept free from these dangerous weapons today i am proud that since 1969 jamaica has been a state party to the treaty on the prohibition of nuclear weapons in latin america and the caribbean this pioneering treaty gave rise to the first nuclear weapons free zone in a densely populated area. We are also state party to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons the NPT and the recent Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons the TPNW as well as other relevant agreements non disarmament and non-proliferation instruments and agreements. Let me emphasize that Jamaica's voice is joined with yours in calling for a world free of nuclear weapons. Beyond my country's commitment to the cause of nuclear weapons abolition, let me share with you how Nagasaki helped me find my voice on nuclear disarmament. I have the honor of addressing you today because, as Kokoro, Nishiyama, the grand prize winner of Reckner's first essay contest on nuclear free future, said, War and nuclear weapons are my business. And like her, Nagasaki helped in making it my business. And why is this so? In 2005, I was privileged to get accepted in the United Nations Assignment Fellowship Program. Thanks to this fellowship, I have a unique opportunity to visit Nagasaki and Hiroshima along with 29 other junior diplomats. This was a defining moment in my career. During our study visit, my colleagues and I were exposed firsthand to Nagasaki's story of profound tragedy through our visits to the A Bomb Museum, the Peace Park, and other memorial sites. We heard the heart wrenching and courageous testimony of the hibakusha i was especially moved by our meeting with a survivor and medical doctor dr masa tomonaga who is here with us today as well as by our visit to the hill of grace atomic bomb home for the elderly the unforgettable experience of seeing with my own eyes the realities of the atomic bombing and experiencing the memories the voices the prayers of Nagasaki and Hiroshima broadened my awareness and deepened my understanding of the Hibakusha's warning never again. As I departed Japan, I took the Hibakusha's appeal with me, promising myself that going forward, I would support the cause of nuclear weapons abolition in my work. I kept that promise. And my assignment as Deputy Permanent Representative of Jamaica to the United Nations in 2012 presented me with the ideal opportunity to translate the Hibakusha's appeal into action. In, in 2013, I therefore became actively involved with the Emerging Initiative on the Humanitarian Consequences of Nuclear Weapons. My involvement was underpinned by the robust advocacy work of the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons Icon and in particular its Latin American Caribbean arm later I was part of negotiations of the historic treaty on the prohibition of nuclear weapons Jamaica was one of the first countries to host in collaboration with Icon a regional roundtable on the question of how to address the catastrophic consequences of nuclear weapons while exploring the prospects for a treaty banning these weapons, I am proud that my country's active role in the TPNW process was partly rooted in my promise to the Hibakusha. And today, my heart is overflowing with emotions as I stand here in this A bomb museum, 17 years after my study visit to Nagasaki. I must confess to you, I never imagined that I would return one day as ambassador of Jamaica to Japan and to have this great privilege of being here and addressing you. In many ways, I have come full circle. With the entry into force of the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons on the 22nd of January 2021, nuclear weapons are Explicitly and comprehensively prohibited by international law. And thanks to this non discriminatory instrument, we have taken a realistic step towards a world without nuclear weapons. The TPNW has immense transformational power and provides a progressive pathway to the total elimination of nuclear weapons the treaty offers lessons and opportunities for the renewal of nagasaki's citizen diplomacy and reaffirming the role of this a-bomb city. i will highlight three areas. the first lesson and opportunity is the power to change, the, to challenge the status quo and to find new ways of making progress. as you know, the story of banning these weapons is ultimately one of resistance and movement building. It is a story of activists from around the world working together with diplomats in nuclear weapons free countries, saying enough is enough to nuclear armed governments. In, doing, in so doing, we challenged the dominant nuclear weapon discourse and sought a paradigm shift from abstract but deadly theories like nuclear deterrence towards an evidence based, human centered approach to nuclear weapons. As you know, it took courage for the majority of governments to stand up to the power yielded by a handful of heavily militarized countries having enormous economic and political influence. This majority included the small island states of the English speaking Caribbean community, CARICOM, who, despite the constraints of size and the concomitant challenges, we were outspoken. And active players throughout the TPNW negotiating process. This movement did not just reject what nuclear armed states were offering, it consciously, it creatively, and collectively sought to build something new to generate and promote ideas, arguments, and framework, frameworks that would disrupt mainstream myths and narratives. The TPNW demonstrated that citizen diplomacy does not necessarily mean public action in opposition to or in isolation from national governments. As the negotiations showed, sympathetic national governments can tap the energy, the creativity, and the intellectual power of civil society in the pursuit of goals that some governments consider quixotic. I want to especially highlight that the TPNW is an excellent example. Of how to make progress when traditional ways of conducting business are largely unproductive and require the infusion of new thinking. With two decades of inaction in the multilateral disarmament machinery, it was clear that what we needed was not just new international law on nuclear weapons, but a new way of doing things, a new way of thinking, and new voices. So, despite the investments, the risk and the threats associated with nuclear weapons. The Nuclear Ban Treaty and the campaign to achieve it gives a glimpse of what is possible in this world. Resistance may take time to have an effect, but it makes a difference. Simply put, together, we are not powerless. And let me emphasize simply put, together, we are not powerless the second lesson i wish to highlight is about diversity and participation the humanitarian approach to disarmament embodied in the tpnw has put people at the center of action on nuclear disarmament this has brought diversity and inclusion to disarmament politics and the international community of states be they large or small developed or developing Nuclear armed or non nuclear armed states have an opportunity to pursue a new and progressive approach together with civil society. It does this by placing our concerns about the lives and well being of people and the planet with the security considerations of nuclear armed states on equal footing. The principles of equality and justice are at the core of this, of this new approach. I must emphasize that the adoption of the treaty has proven that non nuclear weapon states like Jamaica have a say in nuclear disarmament issues. Our voice matters. We have agency, thus, giving rise to another fundamental element of democracy, and that is inclusiveness. In essence, we achieve the TPNW by prioritizing the voices of those usually not treated as credible. Or relevant in this field. Through the process to ban nuclear weapons, those who suffered from nuclear weapons use or testing and those campaigning for disarmament have been empowered. Our continued work to abolish nuclear weapons therefore requires shifts in participation and perspectives. We must redouble efforts to deconstruct and dismantle the disarmament taboo. And open up to holistic perspectives, including the voices of women and youth. These perspectives are fully integrated into the United Nations 2030 Development Agenda for Sustainable Development and the SDGs, to which people, planet, peace, and security are an inextricable linked. Hiroshima's recent initiative to push for the inclusion of nuclear weapons in the post-2030 development agenda is a step in the right direction and one to which my country has already lent, lent its support. another important opportunity in having diverse perspective is that it opens up a space for us to seriously question the concept of security. what is it? who is it for? and who gets to shape it? the conversation is ongoing and essential and nagasaki's citizen diplomacy which is focused on human security can make a meaningful contribution to this debate another important lesson and opportunity from the tpnw and one which is dear to my heart is the inclusion of gender perspectives and the enhancement of women's participation in nuclear disarmament process i am pleased at the inclusion of a strong gender perspective in the TPNW. As you know, the treaty commits to supporting effective participation of both men and women as an essential factor in the promotion and attainment of sustainable peace and security. It also supports and strengthens the effective participation of women in nuclear disarmament. Women must be at the table. I am truly delighted that an outstanding female diplomat from my region, Ambassador Elaine Gomez, White Gomez of Costa Rica, skillfully chaired the historic negotiations of the TPNW. As you know, a gender perspective questions the way in which war and weapons are coded with gender norms and stereotypes. The framing of war and violence is seen as strong and masculine, is often coupled with the framing of peace and disarmament as weak and feminine, naive and emotional. In nuclear weapons discourse, for example, proponents of nuclear weapons seek to use the logic of rationalism and power to defend their possession of these weapons while seeking to feminize opponents of nuclear weapons by claiming that they are emotional and irrational in wanting to prohibit these weapons that kill instantly hundreds and thousands of people. That is not irrational. Though this is, of, this is also... Changing these norms, I should say, can be aided by increasing gender perspective, which helps unpack why these weapons exist and who benefits. There is also a need for increased efforts to address the underrepresentation of women in fora and processes dealing with disarmament and weapons issues, included in the leadership of system diplomacy and peace movements. The time is ripe for us to move away from seeing disarmament and non-proliferation largely as men's political business. Again, let me emphasize, we need the voices of women at the table. A final point is that gender perspectives can also play an important role in spotlighting the, root, the roots of nuclear doctrines to further challenge the patriarchal, the racist, and the colonial cover upholding nuclear weapons. This will help us to undermine justifications and rationals for these weapons, exposing their roots in a world order that privileges a few over many. Sadly, as we gather here today, despite the Prohibition Treaty, and what we know about the catastrophic consequences of nuclear war, the goal of a nuclear-free world seems more elusive than ever, and the nuclear se sector, sector looms large. The current security environment, as you know, is increasingly tense, volatile, unpredictable, and complex. Tensions between nuclear weapon states have reached a new peak in an even more complex and fragile environment than during the cold war. in fact, the world faces a heightened risk of nuclear weapons use amid russia's ongoing invasion of ukraine and its nuclear saber rattling. in the wake of these threats, we are hearing irresponsible talk about the use of tactical nuclear weapons as if this would somehow not be so bad. these ideas are normalizing the use of nuclear weapons and eroding the taboo against their use. Another serious challenge that we face is a doubling down on the archaic and unethical theory of nuclear deterrence. This trend is dangerous and imposes new pressure on the present non-proliferation regime. And in this region, North Korea's intensified ballistic and nuclear development program is deeply concerning. Alongside the pressures on the non-proliferation regime, Nuclear arsenals are being modernised at enormous expense, with new types of weapons being developed, making them easier to use. It is not an exaggeration to say that we are currently in a nuclear arms race with no restraints. But what of the response by the global disarmament machinery? As you are all aware, nuclear. Armed states have refused to implement their disarmament obligations and commitments freely undertaken. Instead, they continue to champion, to willfully champion a status quo of indefinite possession, which they deem to be in the interest of security and stability. I believe the South African delegation at this year's MPT review conference uh, said it best. And they said the failure of this review conference. Following the failure in 2015 is a stark reminder of the lengths that nuclear armed states are willing to go to continue to possess nuclear weapons. But it is not just nuclear armed states that are the problems. As Dr. Tomonaga had conveyed at the first meeting of state parties to the TPNW, he said, We Hibakusha were disappointed because not only nuclear nations, but also their allies have not signed the treaty. One of these non-signatories is Japan, which, despite being the only country to have been attacked with, with atomic bombs, is under the umbrella, the nuclear umbrella of the United States. Before all Hibakusha are gone, the world needs to overcome this sad contradiction and huge obstacle to realize a nuclear-free world. But this is not the time to despair. Urgent action is needed now more than ever. As Mayor Taui reminded us in this year's Nagasaki Peace Declaration, our strength may be modest, but we are not powerless. So, how can this A bomb city use its voice and power to change in the face of the current challenges? I offer a few points for consideration. First, Nagasaki can use its extensive Citizen Network to continue to call on all states that have not yet done so, including the Japanese government, to accede to the treaty. Nagasaki City could also invite elected representatives and youth from other Japanese cities to meet with those from many signatories of the Icon Cities appeal to develop a common voice. Only two Japanese cities have signed this appeal so far. The Icon Cities appeal is a global call for cities. And towns in support of the TPNW. Another important role this Abomb city should play is supporting the implementation of the TPNW's provisions on victim assistance. Nagasaki could also provide leadership through the PCUNC in the development of a global network of nuclear-affected areas and communities around the world. This should include. Inviting victims, elected officials, and civil society from these affected areas to this city to promote an understanding of nuclear harm. Nagasaki Citizen Diplomacy should also, should also enhance gender considerations, as called for in the action plan of the first meeting of the State Parties to the TPNW. These should be taken into account across the prefecture and the city's policies, programs. Projects and representation, especially representation, we need to have women leaders at the forefront. An agenda focal point could be established in the framework of the PCU NC. And this brings me to the important issue of peace and disarmament education and youth empowerment. Education gives us all a voice in these matters. And help us and help to change the complacency and the ignorance about nuclear dangers today. This A bomb city, which has placed great emphasis on and resources in disarmament education, should look at new approaches to communicate the experience of Nagasaki, not only to share the facts, but also an education that stimulates a deeper thinking about why this is so. A participatory style to nuclear disarmament education linked to peace education is one such approach. This allows ordinary people to find a connection between the issue and their own lives. Finally, let me address the issue, the critical issue of youth empowerment. I believe that an intergenerational model, one which amplifies the voice of the youth, is the best approach to securing our future. And one without nuclear weapons. As the Nagasaki Youth Delegation demonstrates, young people around the world have a critical role to play in raising awareness and developing new strategies to reduce threats from nuclear weapons. This requires that young people learn the language, acquire knowledge, and the tools needed to advocate for peace in their communities and the wider world. Ensuring access to educational resources as well as focusing on the intersection between nuclear issues, social justice, and climate change can help to increase their participation. RECNA and the PCUNC, for example, could produce educational material for schools and colleges in Icon cities appeal signatories. Study visits are an effective tool for knowledge building. And driving and boosting motivation. As a beneficiary of a study visit here in 2005, I believe that Nagasaki should seek to increase opportunities for study visits by young people from nuclear armed states and especially from the global south. This will help to create a network of young voices across the globe. Prime Minister Kishida's recent announcement to set up a UN fund. To facilitate study visits by young people from around the world is certainly a timely step. In concluding my remarks, I salute Nagasaki for your noble courage, for your remarkable recovery, spectacular growth and development, and for your relentless fight for world peace. As we amplify the voices of Women and youth, I leave you with a personal mission of a young woman, Kokoro Ishiyama, who I quoted earlier. And she said, I want to change the reality and create a future in which humans do not exist with the threat of nuclear weapons. This aspiration is a dream that I will continue to carry forward. This aspiration began in a place of prayer and peace, where the reality of the atomic bombings has been passed down from generation to generation. My future, which began in Nagasaki, does not need nuclear weapons. As she said, my future, which began in Nagasaki, does not need nuclear weapons. We all have the power to embrace this mission. Our voice matters. We have agency. Thank you Nagasaki. どうもありがとうございました。ショーダー系リチャーズ中日ジャマイカ大使の貴重講演をしていただきました。蜜のこもった講演どうもありがとうございました。 ではこのままこれからステージの準備に入りましてレクナ長崎大学核兵器廃絶研究センター中村恵子准教授に登壇いただきましてこれからリチャーズ大使と中村准教授のトークセッションに移らせていただきます今の基調講演の内容に応じたまた問いかけそしてさらに今回のテーマを掘り下げていただきます リチャーズ大使2005年に長崎にいらっしゃったということでその時からご縁があったんですね今、ご演の中で耐える力包括的視点やジェンダーの視点が大切また若者のエンパワーメントについてもお話しいただきましたでは準備が整ったようです。 リチャーズ大使がこうやってあのパブリックな場での基調講演というのは初めてということで皆さんとても大切な機会になっていますけれども、はい、オンライン、そして会場からも後半で質問など受け付けますので皆さんお控えください。 それではリチャーズ大使そして中村先生よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。えー、ではあのレクナの中村でございます。ここからはあのトークセッションということで、えー、先ほど、えー、リチャーズ大使に大変パワフルな スピーチをいたただきましたあの非常に勇気づけられるものですそして17年ぶりの長崎へのご帰還ということでお帰りなさいということをまず言いたいというふうに思いますさてあのここからはですね先ほどのお話を踏まえてさらにあのリチャード大使にもう少しこう深くですね話を私の方からお聞きしたいなというふうに思っていますでまずあの1つ目の質問という形になりますがえ実はあの大使と私 今からですね6年前に同じ会議室で同じものを見ていたというそういう瞬間がありますで。それはいつかというと2016年ですね。 核兵器禁止条約の交渉開始につながる非常に重要な局面というのが国連の公開作業部会という先ほどの写真にもありましたようにジュネーブで開かれた会議ですでこちら私もあの今まで NPT 等の会議にあの数多く参加してきたんですけれどももう全く雰囲気が異なりましたもうひたすらそこにいるとりわけその中小の核を持たない国々のその熱意 熱、ね、い思いそして強いリーダーシップと非常に感激をいたしましたでそれらの国々の,そのステートメントこう演説の中でですね繰り返しその非核兵器地帯条約のこの締約国であるそして核のない世界に向けて自分たちがこう頑張ってることがそのアイデンティティであるという形でですね そういいっったことを繰繰りりり返返しし誇りに思っていると比較の国である自分を誇りに思っているということをおっしゃられていたいことをすごくあの鮮明に思い出します。ですのでまずあのそのジャマイカこの大使の,あの今のお話を聞いてそのジャマイカの,その市民の中でですねそのいわゆる比較の国であって でまあ、もちろん非核兵器地帯の国であり TPNW の核計禁止条約の締約国であるといったそうしたものは何というかその誇りというかアイデンティティとそういったところに今共有されているそしてそういう非核の制度化にですねきちんと取り組んできたということが、まあ、そのこういった国の,その思いを市民レベルでも共有されている。 というところなんでしょうかでもしそうであるのであればやはりそれを支えているのは教育なのかなと思うんですけれどもそのあたりいかがでしょうかぜひ現状を教えてくださいありがとうどうもありがとうございます中村さん Thank you very much for your kind words About uh, my remarks just now. It was really an honor to deliver this message today. And thank you for your question. Um, in, my, in my remarks, I mentioned that this uh, new approach, this humanitarian initiative approach, um, has revealed that um, equality and justice are important. And this is it for Jamaica equality and justice. Jamaica. Arose from a post slavery and colonial history. And Jamaicans are fully committed to equality, justice, and fairness. That's just generally. And we try to champion this at the local and international levels. And this sort of thinking permeates our cultural and social uh, perspective, including our music and our advocacy. And so we have been supporting global efforts be they for peace for harmony for disarmament for human rights for anti-colonialism and of course right in historical injustices so for instance uh, during the cold war we felt that um, these major powers need to behave responsibly and to uh, pursue disarmament and so we felt that it was very unfair that um, we, we could be impacted severely by their actions, and we had nothing to do with them having nuclear weapons. So it was unfair. It was not just. It was not justice. And I think this is a similar sentiment that drives our approach to climate action, because we are not the main contributors that's to greenhouse gas emissions, but we as a small island developing states, would suffer disproportionately. And this has been the driving force behind all our efforts to deal, whether it is economic inequality. Or a trading system that is not fair. So, we see ourselves and others to act in a manner that is responsible and to uphold international law. And that's just generally what has been driving Jamaica. But our education system in Jamaica uh, incorporates a very global view of issues. We have global perspectives and we have a global approach to solutions, a multilateral approach, a collective approach. And this translates into our strong advocacy for a world free of uh, nuclear weapons. But not just only in formal education, in informal education through our music, as I mentioned earlier in my speech, that Bob Marley, that Peter Tosh were advocating or highlighting the dangers of uh, nuclear war and calling for world peace. But today, I should say, since the end of the Cold War, uh, what we have noticed. Is that uh, there is a sense of complacency. So I think that in my own country, there is a gap today to start to educate people once again about the danger of a nuclear war. And I think that um, having some Jamaican young people come here to Nagasaki, as well as from other Caribbean countries, could help the process of raising again public awareness in my own country to the dangers. ありがとうございますあの。お話の中でやはりすごくあの印象深いのはこう核兵器の問題その核軍縮というものが何かこう切り離されてそれだけあっ、okay. <laughs> すみません。<laughs> <laughs> <laughs> そのあのお話の中で非常に印象的だったのはその核軍縮その核兵器の問題というのがこう切り離されてそれだけ存在しているのではなくてやっぱりこの社会正義の実現といったですねそのどのようにこうした社会のいろいろな問題と向き合っていくのかこのこう社会の中で世界の中で公正さを求めていくのかといったそうした広い視点の中でですね、当然核兵器のない世界に向かっていくのもそのソーシャルジャスティスのこう進んでいく道だといったようなですね非常にここ 一貫しているあの筋道ができているということをすごく強く印象として思いましたでえー 先ほどの,あの次の質問の方に移りたいと思うんですけれども先ほどの,その17年ぶりの長崎ご訪問ということももちろんそうなんですがその大使がその被爆者の出会いがですねそのご自身の,この今に至るキャリアの,この形成において非常に大きなこう意味を持っているというこういったお話はですねあの私たちこう長崎で活動をしている者にとってはとても本当に嬉しいあの喜ばしい話です。 で、えー、核なき世界におけるその向かう活動におけるその被爆地の,やあの役割というのがますます重要になってるというのは本当にあの誰しもがここにいらっしゃる方あの納得してうなずくところだと思うんですね。ただ もうただというふうにあの言わなければいけないのはやはり大使もあのおっしゃっていたように非常にあ厳しい過去をめぐる現状というのがある中でどうしてもですねこの被爆地においてもとりわけこれまで被爆者の方をはじめこの平和運動に力を注いできてくださってた方であればあるほどやはり現状に対して非常に強い無力感であったりやはりこの苦しい思いとその自分たちの声が届いてい 届かないのではないかという、そうした軸じ,じたる思いというのを持っていらっしゃるということも事実であると思います。で、そのウクライナの状況というのを受けてですね、やはりどうしてもその世界中で。 力力には力を核にははをを核核といったこうした論調が高まっていいるというのも事実であると思いますで実際その学生たち若い人たちの中でもその核兵器がなければやはり自分たちの国は何があるかわからないといったですねそうしたその,あの専門家というよりその社会の中におけるその核兵器がないと自分たちがやられてしまうんじゃないかといったようなこの漠然たる不安というようなものに対して。 こう今どのように答えていくそれに対してこうどのようにこの普通の人たびとの懸念というかですねそういったものに応えていくことがあの必要であるかとみんなあの核兵器がない世界というのを目指すべきだと分かってはいるんですでも現状の中でどうしても不安感というのが拭えないここを大使であればどのような形でお声掛けをしていただけるのでしょうかというのが次の質問です。 Thank you very much. Oh, this is much better. Thank you very much for that question. And, and this is one of the questions that, um, that's, that, that's in the public domain, not just for the students. But um, what the ca a major casualty, I believe, of this, uh, Russia's invasion of uh, Ukraine is that it's starting to normalize this false narrative that there is security um, in having nuclear weapons. And this is what we have been fighting against that um, what is the concept of security? That our security cannot be on the basis of a concept of uh, mutually assured destruction of killing each other <laughs> at one time. And we all know sitting here that it's, it's, it's illogical. But this false narrative is quite dominant. And this is what we have been fighting for with the TPNW, to outlaw this very concept. And so I think that your best place as an educator and in education, that you're encountering these young people to help to dismantle uh, this false narrative that we can um, provide security through mutually assured destruction. The narrative that we need to champion is that we need to return to the United Nations Charter dialogue, diplomacy. That's real protection, that's, that's security. Not to limit our security to just the state, but to remember to put people at the center of security. And as we noticed from the pandemic, it wasn't state security; it was human security. And those weapons could not protect us. So I think you have a powerful role, Rekna Nagasaki, which understands the inhumanity of nuclear weapons, to amplify your voice in dismantling and pushing against this false narrative. Because our survival, my survival, depends on this, and educating our young people against this false narrative. Oh. <laughs> OK. まずはその私たち、長崎にいるこうした活動をしている私たち自身が自分たちの声の力強さというかですね私たちの声に力があるということをまあ信じると。 いうこととが一つかなとそしてそれが今本当に求められているんだということを改めてですね認識するということが重要なのではないかということをすごく感じましたそしてまたその安全保障というですね本当に今その安全を求めるという安全を求めたいその核兵器の恐怖からこの今のリスクから逃れたいというところが本当にその一 安全つまりセキュリティとは何かということをです、ね、大使もすごく問,問,問,いてあの問われていたというふうに思います私たちが簡単にその安全安全安全保障と言っていることが実は非常に狭い意味の。 人間の安全保障を含めた私たちもっと広い意味で本当に私たちが守るべき安全保障とは何かということを本当にきちんとですね議論をしていくむしろ今そういったあのチャンスというか非常にそういったことを始める重要な時期じゃないかなというふうに改めて思いましたまあそうしたその議論を進めていく中で最後あの大使が今回あの。 この後のパネルもそうですけれどもいつもよりも非常にレクナーや PCU 協議会が行っている通常のです、ね、パネルよりもさらに今回のジェンダーバランスというか女性が非常に多いという特徴はあると思うんですけれどもこの多様性ということを非常に強く強調されておりましたであの社会のあらゆる層がです、ね、この問題に関与していくことが本当に重要だと今まさにその通りであると思います。で あの実際にこの間の,あの8月に開かれました NPT 再検討会議の中でもこれまでになくジェンダーというのが大きなジェンダー主流化というのがですね大きな論点としてこう浮上したということを私も感じましたしまた大きくこの核軍縮とジェンダーということあの変わってきている人々の認識が変わってきていると思うんですがそれでもまだまだですねこの日本においてそしてさらに言えばその日本や長崎の その広島もそうですけど平和運動においてもです、ね、このジェンダーの問題というのは実はまだまだ課題がたくさんあるというふうに感じています。でこのジェンダーの問題というのは決して、まあ、さっきあの例でそのパネルの男女比を言いましたけれどもその女性が半分入ってればいいというそういうことでは全くなくてですねもっと大きなその社会における価値観というものが変わっていくことが必要になっています。それは長年続いてきたです、ね、力 こそ正義といったそうした安全保障感先ほどの話のようにつながりますけれどもこれを打ち崩すものにもなっていくとだからジェンダーの話って非常に重要で非常にこの核軍縮の話とはものすごい密接なつながりがあるんだということを先ほどのお話の中でもあの強く感じました であのまた少しジャマイカの話に戻るんですけれども実はあのジェンダーと軍縮に関してですね国連軍縮局があの最近出した報告書によると実はその国連の,その核問題に関するような委員会に参加をしている各国の政府代表団のですね このの男女比とといいうををずっとこう、えー、調査をしているそうしたデータがあったんですけれどもやっぱりすごくこのラテンアメリカそれからカリブ地域というのがあのやっぱり少し突出してすごく優秀であってですねあのそれに比べてまあアジアもそうですけど、まあ、北米ヨーロッパもまださらに低いといったような現状があります。 でそこの背景についてやっぱりお伺いしたいんですけれども何がそうしたその社会正義というところにつながるのかもしれませんが何がそうしたその社会においてあらゆる人々がその多様性を大事にしなければいけないということをこうまた市民レベルでもですねこう納得する要素になってるんでしょうどういう背景があってそういったものが浸透しているんだというふうに思われますか Thank you for Raising this point, which uh, I tried to cover in my, um, in my remarks, because this is an important uh, issue as we move forward, not only to deal with uh, nuclear weapons, um, uh, a world free of nuclear weapons, but just to addressing global problems which are multidimensional and require that a whole of society approach. Uh, to addressing them is, more, is much more successful than only one part of the population addressing these problems. And of course, I must say I'm very heartened to see that uh, Regna, the PCUNC, is already um, uh, moving very quickly ahead to implement those uh, TPNW provisions on our gender mainstreaming. so i'm delighted that the panel that will follow um, have strong uh, women participation and that's a very tangible um, outcome and commitment uh, to these uh, important provisions. Uh, in terms of um, my region and our active participation of women uh, in multilateral uh, negotiations, this is reflective of developments in the wider society, what's place, taking place in latin america and the caribbean. Over the past uh, several years, there has been a movement, a very strong movement in our region for gender equality and enhancing women's participation, women's representation. And it's not women participation at the expense of men, because as I said, we need both, um, and we need the youth as well. And so, in this process of gender equality and women empowerment, we do not see we do not operate in silos. Women can operate in diverse areas, be they as doctors, lawyers, politicians, as diplomats working in the field of disarmament. So, um, in my country, for instance, our foreign service has um, mainly women. I, I, I must say we are, um, and education has resulted in this. There has been a prioritization in the Caribbean and, and empowerment of women through education. And so, in the public service, for instance, in Jamaica, sixty, almost sixty-nine percent of the public servants are women and heading um, uh, the public agencies. Actually, Jamaica. Was ranked by the International Labour Organization as having the highest percentage of female managers in the world. And ver this year, uh, in January, Jamaica, a Jamaican woman who is just 50 years old became the only head of a military in the world. So we do not uh, discriminate, <laughs> I should use that word, in terms of where a woman can make a contribution. Once she's empowered, she can make that contribution. So I think this is just a shift throughout the society towards women's empowerment. And I must say that this is an ongoing work to change social norms and gender stereotypes. It will take time, it's a gradual process, but we have to work together. We have to put in place deliberate policies and programs. But I am convinced that we need to have women at the table in representation to ensure that we have we are using all of society to addressing these very multidimensional and, and difficult challenges that we face. So I'm really looking forward for Nagasaki that has been leading the charge on a world free of nuclear weapons, for Nagasaki that has these very powerful peace movement. To ensure that women are also in the leadership position, not just playing a supporting role, but leading, demonstrating the role of women and the contribution that they can make. And I know that this will impact what is happening in the rest of the Japanese society, because my country needs the Japanese women so we can all work together to change the status quo and to rid our world of nuclear weapons by pulling all our forces together men, women. ありがとうございました。では、それでは残念ながら時間になってしまいましたので、えー、このセッションを終わりにして司会にマイクを戻したいと思いまます。大使にはたた後半のパネルでご参加をいただきます。 ショーナーケイリチャード大使リチャーツ大使そしてレグナの中村敬吾さんありがとうございましたこれより5分間の休憩に入らせていただきます貴重な具体的なお話どうもありがとうございました大きな拍手をお願いいたします <Thank you. S 1> 休憩を挟みまして後半はパネルの討論核なき世界に向けた長崎の役割を 展開いたしますので5分間の休憩となりますそれではお時間となりました再開いたしますこれよりパネル討論核なき世界に向けた長崎の役割を始めさせていただきます登壇者の皆様をご紹介いたしますまずは本日貴重講演をしてくださいましたショーナーケイリチャーズ中日ジャマイカ大使です そしてお隣は、核兵器廃絶地球市民長崎集会実行委員長の友永正夫さんです。<手>そして広島から来てくださいました、ジャーナリストの宮崎園子さんです。<手>続いて、長崎ユース代表団、八木九季生の中村楓さんです。 そしてモデレーターはレグナの中村慶子さんですそれでは中村先生よろしくお願いいたしますはい前田さんありがとうございますそれではここから後半のパネル討論の方に移っていきたいと思います パネル討論の方テーマですね核兵器廃絶に向けた長崎の役割ということでもうすでにですねあの先ほどのリチャーズ大使の非常にパワフルな基調講演の中にその被爆地の役割というのが今極めて重要なところにあるというお話それからその具体的にですねさらにこう前進していくための非常に具体的なご提案いろいろいただいたということでここからはですねそれを踏まえまして 今、長崎の私たちが直面している課題は何かそして、それをどう乗り越えていけるかということについてですねこの平和運動にさまざまな異なる立場から関わっておられるえお三方、はい、友永さん、それから宮崎さんそして中村楓さんとこのお三方と一緒にさらにこう深く掘っていきたいというふうに考えておりますそしてリチャーズ大使にも引き続きき続ご参加をいただきます。 ではまず友永さん宮崎さん中村さんの順でですねそれぞれま七分程度まずあのこれまでのご自身のお取り組みされていることから考えた今のその課題というところでお話をいただきたいと思いますでは友永先生よろしくお願いしますはいご紹介いただきました友永です、えー、今日のレクナと PCNU の 創立10周年の記念すべき講演会にお招きいただきまして大変好意に思っております先ほどのリチャーズ大使の話の中で突然私の名前が出てきたんで、えー、びっくりしたんですけども17年前にお会いしてるんですね私が長崎の被爆者の現状を特に健康問題の現状を話したときにおられてまああの 大使のです、ね、外交官としてのキャリアに少し影響を与えたかなということをお聞きしてあの大変嬉しく思いました私の話はですね今日第2のパネルディスカッションでの話は少しあの角度が核なき世界をが実現することを信じて運動していくという立場からちょっとあのずれてましてですね 本当に核なき世界を実現できるんだろうかなというポイントですね、えー、お話したいと思いますで核なき世界を目指す合意というのは世界中の国の間であるのかということから言うとこれはイエスなんですね NPT 条約の第6条で、えー、そこに非常に強い約束がありますまあしかしその方法において核兵器国側 段階的アプローチと彼らは言っているんですけども、まあ、あらゆるなんて言いますかね、あの安全保障の問題が今、錯綜しています、非常に環境が悪い、まあ、そういう中で,です,、ね、すぐに核廃絶に行けるはずがないというのが彼らの考えですよね、それに対して TPNW はいや、それはもうすぐにあの考え方を切り替えないとだめなんだといずれにしても。 核禁条約は、そういう訴えをしているわけですね。この間には根本的な対立があります。そこの対立が、何らかのダイアログ。話し合いでですね。一地点を見つけることができるか、というのが非常に大きなポイントですねで。ロシア・ウクライナ戦争による国際的安全保障環境の破綻が今、進行しているわけです。これが今後の世界にどのように影響するかですね。 相当影響してくるんじゃないいかと思いますね核兵器使用の威嚇というのが初めて行われています実際の戦争の中でですねであの。核戦争の匂いがちょっとするわけですね、えー。これは権威主義の独裁国家と民主主義国の冷戦状態を意味しているかと思います。えー、世界の秩序の形成という問題があ濃厚に絡んでいるわけですね。 NATO 諸国と米国の武器援助でウクライナが少し今優勢になっている状況下ですよねこういう時にロシアが劣勢を逆転するのに核使用を決断するかもしれないという不安が今あります次スライドお願いしますえっ、ー、と2017年の TPNW 成立時にですね、えー、その当時岸田外務大臣が県人会議を設置しましてですね 日本がその署名できないとかいろんな言い訳をしてた時期ですけどね日本は核英国側と非核英国側の間で橋渡しをするとおっしゃったんですね、まあ、今もおっしゃってますでその時私も長崎を代表して県人会議のメンバーに入ったんですが県人会議は2年間ですね6回の議論をいたしました16人の委員でですね 1>, まあ1回に20時間ぐらい通夜してますから相当な時間通夜しまして世界が乗り越えるべき6つの困難ということで議長報告が出されました1から6まであるんですけどもこの12が非常に重要、まあ、一国の気球存亡の危機には自衛のためには核兵器を使用できるかロシ,アがロシアが危ういから核兵器を使うぞというそういうのができるかということですね。 ICJ ・国際司法裁判所の勧告ではこれについては結論が出てないんですね。えー、TPNW では明確に、えー、これも禁止していると思います。あ2番目にですね核兵器の唯一の役割は他国の核兵器の抑止化核抑止論ですね核兵器体制の基盤である核抑止政策 相手の国とほぼ対等の核兵器の保有をしている場合は、MAD <ス>というですね相互核商破壊という概念に基づいて戦争が抑止できるということを信じて彼らはやっていると思います。ロシアの核兵器使用の今度の威嚇はで NATO、ね、諸国への核抑止になっているかという問題はありますね。 それからあこの,人,道あの県人会議では核兵器使用がです、ね、国際人道法に適合するのだろうかという問題がありますロシアがです、ね、しきりに使う使うと言っているのは小型核なんですねでこれはあの広島の核長崎の核の10分の1から20分の1の小さい核ですしかしとんでもないあの放射能汚染を起こすということがすでに分かっております まあそういう小型核の使用が人道法に反しないとひょっとしたらあーロシアは思っているんじゃないかと思いますね。それから4番目が国際,国際的な安全保障を損なわないような核軍縮が可能だろうかということですね。安全保障というのは今、核兵器である程度保たれているという考えがありますからそういうものを損なわないで核軍縮するということは かなり矛盾が含まれているということは皆さんお気づきになるかと思いますね。それから5と6はですねちょっと特殊なんですね、核なき世界に到達した後の世界の平和と安全、すなわち安全保障ですねを維持する方法は何があるかということもかなり議論しました通常兵器でやっていけるかどうかということですね、通常兵器で。 核兵器がなくなったことをそして検証する方法があるのかということですね、どの国も核兵器がなくなったと手を挙げても、い,いくつ、一つかいくつかの国が何十個か隠し持っていたりすると、実際には非常に危険な状態になりますですよね、そういうことがございます次スライドお願いします。 この前行われました6月の核禁条約第1回締約国会議は成功したと一応会議側は声明を発表していますまあしかし私が見るところですね課題が多いですまず第一番目にですね核兵国や核の加速国の加入問題が非常に大きいですねこれはいくつかの,あの核禁条約側の国がワーキンググループを作ってですね 核兵器国家と今後、対話して信頼醸成の中で説得していくということになっているんですけどこれはちょっと皆さん考えてみてください、今、現に核兵器を持っていてロシアなんか戦争もしている国とですね、えー、対話をしながら説得していくんですから大変な作業だと思いますね、それから2番目の唯一の被爆国として日本の署名批准の問題、同じことが言えるわけですね。 日本国民の役割、それから被爆地の役割がここに出てくるわけです。拡大、核抑止政策というのが核の傘ですが、これをどうやったら日本は克服できるんでしょうかね、これは国民の問題ですね、明らかにですね、えー、ここにも非常に大きな問題があります。で今回あの、定額国会議にはドイツ、オランダ、オーストラリアなどがあオブザーバー出席しました。日本はオブザーバー出席もできないと言ってたんですね。 その中で出席しまましししたこれれは一つの光とてて捉えられておりますしかしその席上でドイツ代表はですね NATO の一員として TPNW には加盟できないとはっきり言われたんですねそういう国を含めて核禁条約に入っていただく交渉ができるかということですねいくつも課題があるわけです。それから 4番目は比較的実行可能なところです。これまでに核実験で被害を受けて健康障害とか生活障害とかいろんな問題を起こしている世界中の核被害者おそらく100万人を超える被爆者がいると思いますがこういう方々を実際に救済しようということでですね TPNW の6条7条で規定されていることを実行していこうという これは軌道に乗りりつつあります、えー、科学専門家委員会を設立してです、ね、議論していくそれから支援のためのお金を集める救援基金の設立ですねで日本の LGO 連絡会あるいはレプナからもあ提案が出ておりますで5番目に核廃棄国に対する検証を行う機関の構想これは具体的には IAEA が今そういう機能を担っているわけでですね NPT 条約のもとでは、まあ、ここと共同すれば可能だと思うんですね。このためには NPT と TPNW が2つの条約の間で、えー、対話が絶対に必要なわけです。で6番目に何が核英国と核の加速国の考えを変えさせることができるかという根本問題ですね、先ほどの県人会議の2番目の問題です。核抑止論のの克服これが最大の 難関ですね例えば北朝鮮と米国が和解して北朝鮮が核を放棄したら日本の核の傘の脱却は可能になるんでしょうかねそうならないんじゃないかと僕は思うんですよね中国の核が怖いとまた言い出すと思うんですよねさらにはロシアの核が怖いと。 そうなってくるとなかなかその日本が核の傘から脱却するというのが難しいで、いろんな課題があります。次のスライドお願いしますで第10回のこの前ニューヨークで8月にありました会議はさ皆さんよくご存じのように最終文書の採択に失敗いたしました、まあ、これはロシアが反発したためですけども、えー、拒否権行使をしたようなものですね。 まあしかし、ロシアの政府報道官はですね NPT という条約の事態の意義は認めた発言をしております。それから最終文書はですね次回の NPT 再検討会議第10回に付されますので議論は継続されるということですねそういえばそう。そうすれば半ば成果はある程度あったというふうに言えないこともないわけですね。それから3番目のの NPT 定額国会、国間でですね分裂とか NPT 体制はもう崩壊だなというような意見もまあまああるんですけども、まあ、それには至っていないですね、ここが今後の核なき世界を目指していくときにです、ね、市民社会があこういう条約側とですね、えー、話し合いをしていく、非常に 大きな基盤はあまだ健在であるというふうに言えるかと思うんですね、いい点ですね。それから、TPNW の発行と締約国会議開催の事実が明記されました、えー、これはもう第一歩ですね、えー、それは非常に重要なことです。核あそれからあのついさ、つい先日、国連の軍縮第一委員会でですね、日本政府が初めて、 このの番目を日本の提案として入れましたこれは非常に、えー、素晴らしいことです。これは我々、市民社会からのお外務省への岸田政権への要望が入れられたというふうに我々はあ大変高く評価しております。えー、それからあーあー核兵器の先行不使用ドクトリン。これはアメリカが一時かなり熱 熱心に実現させようとバイデン政権がしたんですけどもやっぱりですね、えー、核のいわゆる抑止論にのっとって、えー、NATO 諸国とか日本とかあーオーストラリアとかですねやってる国々からやっぱりそれはもう困るという強い反発があって結局、アメリカも放棄したんですね。ででここで 賛成する国は多いんですけどもこういうドクトリンを現状で採択することは不採択になりましたそれから五大核兵器国の間の交渉がですね従来からネゴシエーションがあってこの NPT 会議に臨むということがあったんですけど今回もですね1月に今年の1月に五大核兵器国はですね核兵器による結末は悲惨なもので ととても容認できなないい、えー、耐えられないとで核戦争はしないという声明を出してたんですね、えー、その次の2月にはロシアがウクライナに侵攻してるんですよそういうところから5大核兵器の間もぐちゃぐちゃっとなってしまったと思うんですねこれが回復できるかということですね。で今後の 5つの加計国プラスあと4つのですね、えー、イスラエルとか北朝鮮とかですね、えー、インドパキスタンそういうものも入れたですね多国間の核軍縮がうまくう協議されないといけないということがここでも強調したいと思いますで最後にですね NPT と TPNW の相互保管の問題ですこれはあの 冷静に見ると NPT には核兵器を禁止する条項がないんですね努力目標が第6条にありましたけどもところが TPLW は全面禁止ですだから2つを組み合わせるとかなり素晴らしいですね総合的な核廃絶に向かう国際条約ができると思うんですね。まあそういう うことを主張したんですけども今回 NPT では採択されませんでしたこれが採択されるようになりますと先ほど言った、えー、検証を IAEA にやってもらうとかです、ね、いろんな交渉が可能になりますから、えー、採択されれば進歩の第2歩となるわけですね、えー、最後に被爆地長崎の役割と まあ広く日本国民の役割を考えてみました、えー、この我々は耐えがたい非人道的結末の実体験をしてます長崎が最後の被爆地であり続けるべきだということを言ってきましたこれはですねこのボイスは先ほどリチャーズ大使もおっしゃったように被爆者のあるいは長崎市民の声は 強いんだと、大きいんだということを信じなさいとおっしゃいましたけどもね、それを、それと同じことと言ってはいるわけですね、でこれは各国の政府へですね、核兵器国や非核兵器国の政府へ、えー、強烈なメッセージとして発信し続けなきゃなりません、そして次々に世界には新しい世代が生まれて、えー、地球、市民の中に加わってきます。えー、知,識知識を与えないといけないいいとけですね えー、平和教育の問題が非常に,に大きくあります。それから2番目に核英国及び核の傘国の市民にもです、ね、同様のメッセージを発信しなければならないと私は考えます。あニューヨークで行われる NPT 会議で,です、ね、アメリカのマスコミが取材に来たりです、ね、我々がニューヨークの5番街でデモをした時にアメリカの ABC とか あの CNN とかですね全く来ないんですよ、もうアメリカの市民も集まってきてくれないんですよね、まあこういう状況ではね、絶対に僕はもう、アメリカ自体が核を手放すという国になることはないと思うんですよね、やっぱり我々はもう少しアメリカの国民にですね直に対処しないといけないと思います。 まあそこでですね、被爆者と長崎市民は、私は今、被爆者団体の一つの会長をしてますけど、来年ですね、いよいよ、えー、あのある行動を起こそうと思って、ですねそれはシカゴの、幸い、シカゴのある大学の先生方からあ、ぜひ自分たちの大学に来てくれということを招待を受けましたので、この機会にですね、 まず最初のアメリカ国内のアンギャをですね始めようと思うんですね、キャラバンですね。11月に第2回締約国会議がありますから、それに被爆者数人で行きまして、その後シカゴに行くということですね。そして、そこの市民、あるいは大学生に対して、ですね核廃絶キャンペーンをすると。被爆者の年齢からですね こういうキャラバンというのはあと5年か10年ぐらいはまだ可能だと思うんですね。これをアメリカだけじゃなくて、えー、イギリス、フランスできればロシア、中国ですねここまで、えー、広げていくとでその時にマスコミを呼ぶということですね、えー、メディアを呼ぶそしてアメリカにあるいはイギリスに広くですね、えーえー、我々の考えを伝えていく。 核なき世界の必要性を使えていで国連とですね2つの条約にまあ頼って我々はあ活動しているわけですけどもこれだけではですねあの強者である核兵器国の国民は動かないと思うんですよね先ほど言ったようにマスコミだって関心ないんですよあこういう状況では現実には動かないと思いますね。 まあそこで,です、ね、最後に、そこにもう一つインパクトを与える考え方が必要だと私は考えています。それはです、ね、最近、イギリスでの NGO で始まっている考え方からヒントを得たんですけれども1945年に原爆を作るのに協力した米英です、ね、連合軍です、ね、そして実際に核兵器を広島、長崎に落としたと。 そういう非人道的な結末の責任をやっぱり取れと、なんで責任を取れというかというと、それはですねやっぱり非人道兵器だということは当時も議論された上えで大統領が投下を決定しているんですね、まあそういう意味で責任があるんだと、それから核の時代をいよいよ終わらせることが今、大きな。 課題になってきた今ですね、えー、それにも責任があるだろうということですよねでこの二つの責任をですね、えー、取りなさいということを我々は被爆者はアメリカが原爆投下をしたことをですね法的に訴えるということはできませんでしたよね過去十七年ですね、まあ、それはあの戦争で使われて 日本は敗戦国になったんだからまあしようがないといえばしようがないんだけどねできないです法的にもできないというわけでこの責任をですね追求していくということはできるんじゃないかなと思うんですねまあそれを加えた運動というのは僕は被爆者ができるう最後の運動じゃないかなと思うんですね、えー、まあ以上で私の今日のこの パネルディスカッションでの提案としてですね全く非常に個人的な提案でかなり、えー、激烈な部分を含んでいるんですけども、えー、終わりにしたいと思いますはい友永さんありがとうございましたでは続いて宮崎さんお願いします皆さんこんにちはあの今日広島から参りました宮崎と申しますえー 昨年の7月まで朝日新聞の記者をしておりまして19年ほど勤務をしておりましたが昨年の夏に退社をしまして今広島を最終の不認知であった広島に引き続き暮らしながら細々と物を書いたりとか取材をしたりといったことを続けております今日あの今回のパネルディスカッションのテーマが核なき世界に向けた長崎と役割ということでこれは長崎を広島に置き換えて 私はまあずっと考えてきた新聞記者時代からそして今一生活者としてあるいは細々と書き続けているものとしてあのずっと考えてきていることであの私が持っているあの自分の体験と自分の考えみたいなものをですね同じように被爆地としてのある種のこう責任とか使命あるいは悩みのようなものもおそらく共通しているであろう広島からの立場で今日は皆さんと自分の考え 体験等をちょっと共有させていただきたいと思います。もう短い時間であのお話させていただきたいと思います。えっと私あの昨年の7月まであ最初のスライドすいませんえ、あの私ですね。あの。 広島出身というあ最初のスライドでお願いします,すいませんあの広島で生まれたんですけどです、ね、私はずっとあの広島の外で育っていまして自分がこういう立場で広島の人間って言っていいのかなって思いながらここにある種広島代表のような形で座ってるんですけどもちょっとその辺も悩みの自分の中でこう言い切れない部分もあるのがです、ね、一貫して県外で育ったものですからしかもあの実はずっと外国で育ちましてあの私は小学校中学校がその当時イギリス領 イギリス領だった香港で暮らしまして、あの高校はアメリカにいました。で、あの実はこのあたりが自分の中で広島って何なんだろうっていうことをずっと考えるある種の起点になったというのがご存知の通り、まあ、香港はですね、おそらく原爆投下によってあの。 ある種解放されたあの8月15日を喜んで迎える方々が暮らす町であったという事実そしてまあ高校時代はアメリカなので、まあ、言わずもがなですけども広島長崎に原爆を投下した国であるとで高校の教科書には原爆投下が戦争の終結を早めたというふうに現に書いてあった教科書で学んだものですからそういった中でですね自分の育ちの中で広島って何なんだろうというようなことをずっとこう考えてきたとただずっとそれを広島の外でしてきたというのが私のおいた で右翼、まあ、複説を経て2002年にあの朝日新聞に入社したんですけども、えっと、2005年 ちょうどリチャーズ大使があの長崎との出会いがあった2005年がですね私にとって出生地である広島に初めて生活者として暮らすというふうなのがあ28歳にして初めてそういう経験がありましたそれはガラガラポンでたまたま広島転機になったというところですで、えっと、ざっくり言うとで広島に1回出てあのまた戻ってきた子供二2人育ててるんですけども小学校の子供二2人を育てながらあの2017年から4年間あの朝日 新聞の記者としては最後の4年間働いてそこで辞めたというところなんですけども、えっとえっと、子供を育ててるまあ自分母親としてですねあの若い頃に広島にいた時はあのこの町で。 ととても大変なことがあったんだその昔の事実を伝えるんだというのがなんとなく自分の,あの任務だったところやはりあの子どもを携えて子どもと一緒に子育てをしながら取材活動をする中で私はやはりあのこの子たちにどういう社会を残すんだろうということを主に考えながらですねこのカタカナ広島と言われるものあるいはカタカナ長,長崎と言われるものにずっと向き合ってきたというような気がしますであの次のスライドお願いします。 あの私あの広島で育ったことはないんですけども実は父方の祖父と母方の祖母が原爆にあってます2人とも1号の原爆手帳を持っておりましたおりましたというのは彼らは2人とも他界してるんですけども私は被爆者の孫にあたりますでただ先ほど言いました広島のある種こう裏側 あの広島のへの原爆投下をおそらく歓迎したであろう町に暮らしあるいは原爆を落とした国に暮らしという形ある種広島の対局でずっとあの育っていた立場でなんとなくこう広島というのが自分の中でこう引っかかってるだけでなんかちょっと向き合いたくないようなものであったんですけどもやっぱり新聞記者としてたまたま赴任した広島であのそこから自分の広島に対する考え方っていうのが変わったのかなと思いました。 で私にとって広島について考えるっていうことはつまり自分自身について考えることでありあの自分自身のアイデンティティを考えることっていうのはつまり広島っていうのは何なのか広島という町のアイデンティティを問うことでもありでそれを考えることっていうのはつまり原爆って何だったんだろうと被爆地って何なんだろうひいては平和って何なんだろうっていうことを あの新聞記者あるいは記者としてずっと考えながらあのずっと仕事をしているというような感じですで、まあ、全国紙の記者の地方支局で広島を伝えるというのはあのここであればなかっも長崎新聞さんとか中国新聞さんのようにわが町の出来事として伝えるとはちょっと違う立ち位置であの伝えるということをやってきたもので概要にちょっとずっと悩みを抱えながらやってきたように思います、えっと、次のスライドで何を書いたかな私は次のスライド何でしたっけ ああそれは後から話しまます。すみません。とりあえずここで置いておいてください、えっと結局ですねあの誰どの立ち位置から誰に向かって私は広島を伝えてるんだろうっていうことをずっとあのほぼ悩みながら仕事をしてきました何で伝えるんだろうともう一回それが繰り返されることを私は許せるんだろうかと許さないという人が言って 許さないと言っている人がいるという事実を伝えるのかあるいは私自身が許さないというふうな問題意識のもとを伝えるのかとかですねいろんなあの春巡とか悩みとかいうことを繰り返しながら書くことをしてきましたでどの立場で伝えるかってなった時に私はその先ほども言いました自分の中の広島が全然あの定まってない中で。 これを誰に向けて、マスメディアなんで広く社会に伝えるんですけどもこれ誰に向けてボールを投げているんだろうという,ようなこともずっと考えながら生きてきました。それは必ずしも広島の外に向けて投げるだけじゃなくって私たちの被爆地のありようとかを考えようよっていうその内側に向けてボールを投げるみたいなことをもうしなきゃいけない中でただ絶えず転勤がついてくるみたいな中で私は一向に定まらないという中で、まあ、最終的にやめるという。あの あの決断をしたんですけども、あのまあ、とにかくこう悩みながらですね伝えるって何なんだろうと広島を伝えるって何なんだろうということを悩みながら続けてきましたでやっぱりですねあの例えばここで言ったら長崎新聞さん広島で言ったら中国新聞さんのような明確に私たちのこととして伝えられる立場っていうのがいいなってある意味思ってですねそれはやっぱり、あの今例えば、あの ちょっともう早口喋るんですけども今 SNS とかでですねソーシャルメディアと言われるものでいろんな情報がこう飛び交っている中であのいわゆる旧来型の報道と違ってやっぱりソーシャルメディアっていうのは明確に「I とか「We とかがある私たちは自分の,その立脚点みたいなものを明確に持っているようなあの発信の仕方っていうのがあの主流になっていっていてそれが本当にあのあの情報として飛び交っている中でやっぱりこう。 あの、全国紙の広島駐在であると、どっかこう宙に浮いたところからなんか言っているような気がしてですね。で、私はそういう報道で何を伝えたいんだろう。誰に伝えたいんだろう。っていうことをずっと悩、ね、むことが多かったと、やっぱり宙にます、あ。伝える側の人間が宙に浮いた状態からやっていると、やっぱり読んでる人もどこかこう。 他,他人事とというかですねあの私たちのことなんだ核兵器廃絶について考えるというのは私たちのことなんだという問いかけがなんかきちんとできないような気がするというかなかなかこうこ言葉にしにくい悩みなんですけどもあのやっぱりあの誰でも何でも発信できる時代にやっぱり私は明確に私 私たちというものを持って伝えるということをしたいなと思ったのが私が東京に転勤しろと言われたことをきっかけにあの朝日新聞を広島に行ってやめるという決断をしたところが大きいやはり先ほどリチャード駐日大使のお話にもありましたけども長崎っていう言葉が持つ言葉はすごく強いし同じように広島あるいは広島からの発信というものはです、ね、とても強いものを持つと。 でやっぱ広島、長崎だからできることが,できることがあって私たちのことなんだ私たちがこれを思ってるんだということを声に出して言える街なんだなというところの強さがですねやっぱり被爆者が持つ力だなと。ももがなですけども今 隣にあの被爆者であられる友永先生が座っておられるようにあと5年10年というふうにおっしゃいましたけどもその体験を自分の自身の体験として持っておられる方が現にいるんだとそして町に出れば原爆の傷跡を残したような被爆遺構とかがあるんだとでそこ合の地面にはこの地に一瞬にしてあの命を奪われたいろんな人の無念がこの土地に染み込んでいるんだというあと現場が持つこの 強さみたいなものをですね背負って生活している私たちなんだというところが持つあの力強さというのをですね今混沌とした世の中の中で今なお発信していかなきゃいけないものなんじゃないかなというふうに感じておられます。一方で今コロナが猛威を振るっていてい例えばこの あの講演会も遠くで聞いておられる方もいてそれはポテンシャルとして遠くにいても聞いていただけるなんだけどもじゃあ何でもかんでもリモートで住むのかとなったらやはりここの現場に足を運んでいただいて感じていただくというのがですねやはりどこか自分には関係ないことだと思っている方々にやっぱり足を通して耳を通して目を通してこう地続きのものなんだというふうなことを感じていただくポテンシャルがある町としての被爆地。 のあの力量みたいなものが、今後一層問われていくんじゃないかなというふうに思っております。で、あの、この先、いろいろ、あの、先ほど、あのリチャーズ大使がおっしゃったようなですね、この課題、横断的な問題提起をしていくとかいうこともですね、今後、長崎、広島に問われていることだと思います。ちょっといろいろ言いたかったんですけど、時間もあれなので、言いたいのがですね、やはりあの、私たちっていうのは、広島、長崎、長崎、広島というのは。 あのいろんなあの、まあ、世代を超えてです特に長崎は若い世代も本当に巻き込んで,です、ね、巻き込んでというか一緒になってです、ね、平和ということを訴えてきているとじゃあ私の,あのやっぱ問い合わせ平和って何なんだろうと思った時に平和が何かというのはやっぱそれぞれに考えがあるおそらく平和という言葉を否定する人は誰もいないおそらくロ,ロシアの為政者だって平和だということを言っているとじゃあ平和って何なのかということを考える中で我々が訴える平和は何なのかということ。 あるいはその裏側として何が平和を阻害しているのかということを考えた時にですね例えばジェンダーの問題人種差別の問題環境の問題あのいろんなことが浮かんでくると思います。例えばば私のの話で言うならばやはりあの 平和平和というふうに言ってはいるけどもそれは核兵器廃絶だということを論拠として広島では言ってるんだけども例えばマスメディアで私が働いてるときに先ほどからジェンダーバランスの話が出てますけどもやはり女性であるがゆえになかなか何かが思うようにいかないという社会はですね あるいは引いてはそのジェンダー不平等の社会っていうのはおそらく私にとっては平和な世界じゃないと平和を阻害している何かなんだって思うしそういう意味ではですね、平和って何なんだろうってことをどこよりも真剣に考えてきた私たち長崎広島の人間がやはり平和を阻害しているいろいろな社会課題に向けてですね、そちらの方にも目を向けていろんな問題提起をしていくことで あの私たちが願っている核兵器廃絶という私たちの,あの目標っていうものを一緒に考えてくれる仲間を増やすというかいろんなこう立場の人を包摂していく形での平和運動平和活動あるいは平和教育というものがです、ね、あの今まで以上に求められてるんじゃないかなっていうことを考えました。えっと、だから 原爆とか核兵器だけではないこう多様なナラティブというかですねいうものを今後長崎広島が持ちうるかというところがあの今後私たちが真剣に考えていかなきゃいけない大きな課題でありそれは現にあの自分の体験としてその核兵器の参加の体験を持っておられる被爆者の方々が今いる横に座っていただいている今 あの膝を突き詰めて考えていかなきゃいけないで、私たちはこうやってできるっていうのがですね。広島長崎っていう場所の強みであり、リチャードさんも長崎という場所で人生を変えられてで17年経ってここに戻ってきてくださって、あの問題提起をしてくださっている。で、今ここにこう対話や議論を生み出すこう。 テーブルがですね、長崎の前にできているっていうところがですね、やっぱり長崎が持つ強みですし、広島も持つべき強みですし、ということを考えながら、あの被爆地の役割っていうことを今後も考えていきたいなというふうに思っています。ちょっとあの今後の議論でまたあの足りない部分なんかをお話できればと思っております。ちょっと時間がオーバーしまして失礼いたしました。はい、宮崎さんありがとうございます。では最後に中村楓さんからお願いします。 ははい皆さんこんこにちは私は長崎大学多文化社会学部4年生の中村楓と申します。ご紹介に預かりましたように私は長崎ユース代表団という長崎県長崎市長崎大学の3社で構成されている核兵器廃絶長崎連絡協議会が主催している人材育成プログラムその8期生9期生として活動してきました。そしてまあその こともあってご縁いただいて長崎市の平和宣言,宣言文基礎委員会基礎委員ですね2021年と2022年に務めさせていただきましたそういった活動をさせていただいた中で私自身が考えたことだったりやってきたことっていうのを少しご紹介させていただければと思います次のスライドお願いします。 これがあの長崎ユース代表団で活動してきた時の写真になるんですけども長崎ユース代表団では本当に自分たちが学んでそれらをそういったその自分が学んで終わりではなくって。 他の人たたちにに発信ししてていくっていくとうことを常にやってましたで私が勤めていた8期生9期生の世代というのは本当にコロナ禍真っ只中だったんですけどもオンラインという手段を用いて長崎だけではなくって日本の他の地域であったり世界の人々とつながって発信してきました。 で共通として私がその長崎輸出代表団と基礎委員会で共通で考えていたこととしてはやっぱり長崎から平和活動の輪を広げていくというにはどうすればいいのかということは常に考えていました。と先ほどあのいろんな方皆様からお話もあった通りに やっぱりもちろん被爆地として長崎、広島はこれからもずっと伝え続け,ていけ,な,伝え続けなければいけないということはあるんですけどもやはりその2つの地域だけが頑張ればいいという話でもないと思うんですねですので、そうしたら今度はその唯一の戦争被爆国日本として何ができるのかそういったところをこれから考えていかなければならないし若者世代がやっていかなければならないというふうに考えて活動しておりましたでまた。 もう一つはさまざまな視点を取り入れる必要があるということですと私はあの広島の原爆資料館あ平和記念資料館に行って で焼け焦げた三輪車を見てそれが忘れられなくて自分はこの活動に従事するようになったんですけどもしかしながらそれを見て怖いって感じてしまう人ももちろんいるんですねだから全員の関心事って当たり前ですけど同じではないんですねですのでその平和っていうのは本当いろんな定義があると思うんですけどもそれを広い枠で捉えて まあ平和を考えるときに必ずその戦争っていうものもついてくるし勉強しなければならないとは思うんですけども平和を学ぶイコールその戦争を学ぶといっ,たそういった枠にとらわれすぎずに伝えていかなければならないしそのようにあの伝えるように努力してましたす,すいません次のスライドお願いします でこれからの課題でその私たちがやるべきことっていうのを私なりに考えたんですけども先ほども申したように長崎から日本全体へ世界各地へ広めていくということですねでもちろんその長崎だけでなくって他の地域と連帯していく必要性っていうのがあると思うんですね長崎広島から伝えて発信して終わりではなくってじゃあそこからネットワークを広げて一緒に あの平和活動などをしてくれる人をつなげていくつながっていくっていう必要性があると思いますでもう一つ核兵器をなくしたいって思,思っていない人っていうのはやっぱりいると思うんですね そういった人たちと議論する方法をこれから模索していかなければならないと思います私はあの昨年イギリスに留学していた経験もあるんですけども実際そのイギリスって核兵器保有国ですよねですのでそのイギリスのに住んでる人たちとはさあ話そうってなったときにそもそも核兵器の存在意義を疑うことがないんだよねって言われて議論が終わってしまったっていう経験がありますそういう人たちともこれから核兵器をなくそうって思ったら話し合いを進めていかなけ なななければならないで私の中では残念ながらまだ答えは出てないんですけどもただその核兵器をなくしたいっていう人たちとつながっていくことも大事なんですけども核兵器があった方がいいんじゃないかっていう人も巻き込んでいくっていうような方法をこれから考えていかなければならないと思いますで最後にもう一つはその被爆者の方々の経験をどう伝えていくかっていうことだと思います。 で今はあの友永先生がおられるように私自身もたくさんの被爆者の方からお話を聞くことができましたが現実としてやはりその人数はどんどん減っています。 でそそういったその自分例えば自分が語るよりもその彼らが実際の経験を自分が見たもの感じたものを語ってくださるよりも私たち若者世代っていうのが語ると言葉の重みが減ってしまうっていうのは確かにあるんですけどもそれをあの絶対に忘れてはならない経験として語り継いでまたその経験から何を学んで私たちが何を考えて行動するのかっていうところにつなげていく必要があるしそれを 次の世代の人たちができるように私たちがそのプラットフォームを作っていかなければならないというふうに考えています。で私からは以上です。ありがとうございました。 はい、ありがとうございました。あの駆け足に多分たくさん話したいことあったと思うんですけれども、駆け足にさせてしまってすみませんでした、えー、ありがとうございます。あの今、お三方のあのお話を聞きながらですね。あの強く感じますのは、本当に今。今あの被爆地のまあ、ありようという被爆地の価値、こういったものがあの。 ある意味で転換点を迎えてるんじゃないかなというふうに思うんですね。というのもあの先ほど友永さんのお話にありましたようにその国際情勢が非常に厳しいところにあって。 その中でこう長らく運動を牽引されてきたその被爆者の高齢化というものが進んでいるでさらにこの数年のコロナ,コロナ禍の中で,です、ね、あの言ってみればその被爆者不在の時代をこう先取りするような形で活動が制限されるとそういった状況がありました。しししかしそうしたこの せき止められている一方で新しい動きもあるわけですよねあの中村さんのお話にあったようにその時間や場所を超えてその被爆地のアイデンティティをこう広げていけるいろいろなそのチャンスも広がりまた取り組みも広がっているということも事実だと思いますしかしその中であのちょうどミドルウェイあの私と同じ世代にほぼなるわけですけれども、彼女が少し若いですけれどもあの宮崎さんがです、ね、おっしゃられていた ようにその被爆地のアイデンティティというのは何か自明のものではないんですねつまり被爆者の方々にとってのそのこの被爆地長崎の持つ意味とやっぱり私たちそうでないあのものにとってはやっぱり自分の中のですねいろいろな 考えのプロセスであったり行動を通じてその消化していくその被爆地の意味というのを自分なりにこう考えていってそして向き合っていくっていう作業が少なからず必要であるというふうに思います。でですのの今日あのリチャーズ大使が先ほどのあの こう基調講演でおっしゃられたように被爆地が重要であるのは間違いないでもその時代の要請の中で向き合っていく私たち自身がですね準備がまだできていない部分がすごくあるそういったことをこの今日の、えー、場でですね少しこう共有をして課題を洗い出していこうということがまさにあの考えていたことです。で今あの お話しいただいたことに続く形でですね、あのお三方に一人ずつ、それからリチャーズ大使にもあの一言できればいただきたいと思うんですけれども、やっぱりこの数年とりわけこの被爆地に。 をこう見ていく中でやっぱりあの人々の意識の面でもまたそのハードの面でもいろいろとこう大きな変化というのを迎えているとは間違いないと思います皆さんにとって非常にあの短いご回答をぜひいただきたいんですけれどもここが やはり大きな鍵になって変化を迎えている、あるいはこれは前に進むための鍵になりうるというようなものは皆さんにとって何でしたでしょうか。ぜひ教えていただきたいと思います。では先ほどとちょっと順番を反対にしてですね、えー、もしよければあの中村楓さんからお願いしたいと思います。 はい、そうですね。その私がその活動していく中で考えた鍵といいますかやはりそのコロナ禍になったっていうのは大きな影響があったんじゃないかなとうう思ってもちろんこれはあのメリットとしてもデメリットとしてもあの作用したというふうには考えてましてそのメリットっていうのはやっぱりそのあのコロナによって その現地には行けなくなってしまったっていうことはあるんですけどもその中でオンラインっていうものが発達したっていうところは非常にメリットとして捉えられるのではないかなっていうふうに思ってまして今まで来れなかった人とか会えなかった人っていうのがその長崎広島の現状を見たりその長崎広島で生きてきた被爆者の方々とお話ができたりそういったつながりがあの日本だけではなくてまた世界に広がっていったっていうところは よかったのではないかなというふうに思うのですが逆にそのコロナがあったことによってその核兵器の問題を考えるのが今じゃないんじゃないかというような議論も出てきてしまったとっいうのは事実あると考えてましてですのでそのコロナよりあの核兵器とかよりも今のコロナによってその病気のこそのコロナ自体のことです,もですしそのコロナによって経済状況が悪化してしまったそっちの方にどんどん目が向いてしまっているというところを は私たちがその被爆地で活動するものとしてもう一度そのまあウクライナの戦争などもありましたけれどももう一度目を向けてもらうと言ったような努力が必要なのかなっていうふうに感じていますありがとうございますでは続いて宮崎さんお願いしますはいえっとなんかずっと名前悩みながらでちゃんとした答え自分なりの考えがまとまらないんですけどもやはりその 広島長崎だからこそ持ちうるその力パワーというものはもちろん今おっしゃったようにオンラインで伝わるものもあるんだけどもやっぱりこうリアルでもって感性に訴える形で伝えるっていうところの重要性が私はあのコロナによってなお浮き彫りになったというふうに思っていて、まあ、もちろんポテンシャルもあるんですけどもやっぱりここに来なきゃ見えないものがあるっていう中でただやっぱりじゃあ広島長崎のことって が訴え何て,て,て言うんですかねあの被爆ここで私たちがやっているのは友永先生はじめその被爆者の願いを、えっと、こうこ被爆者の願いとして次の世代に渡すというよりはですねやっぱりいろんなこの今の社会情勢あの国際情勢なんかも相まってあの自分たちがあのそれ自分たちの身にそれが起こることを。 自分たちは受任すするののかかっていいうところの問いかけをですね今まさにウクライナなんかで起きてることなんかも照らし合わせてそれが我が身に起きるということあるいは自分の大事な人に起きるっていうことを「受任できるのか」っていう問いをやっぱり広島長崎から。 あの走っ,ていくっていうのはあの不幸にして今のウクライナの情勢なんかを見ながら思うことなんですけどもでそれをそれを起きてはならないんだっていうことをあのその対立の最,最前列に立って旗を上げているのがきっと長崎広島であったとしても後ろに並ぶ人はですね必ずしも広島長崎に直接何かしらの関わりがある当事者性が近い人だけじゃなくってやっぱりそういう被害なりそういう社会っていうのを許さないと思う人をですねいかに増やしていくかっていうのはやはり なんていうでしょう答えが見つからないんですけども、あのそこの仲間を仲間を増やしていくというか、広島長崎の強い思いを持ちながら、ただ包摂的な運動をいかに転換でき、展開できていけるかっていうところが今問われているんだと思いまして、それはウクライナを見ながら思うことです。ありがとうございます。では友永さんお願いします。はい、私の考えはもうすでに最後のスライドでですね、あアメリカの国内を例に例えて、えー、キャラバンをすると。 言ったのはですね私が会長になって今3年目ですけど会員の皆さんとですね3000人ぐらいいる会員と話し合ってきてですねまだ100人から200人ぐらいの、ね、70代80代の方が海外旅行もできるぐらいの体力があるんですねまあそういう方々とグループを組んでですね繰り返し繰り返しキャラバンをするというのがまあ あ今後、唯一可能なあ発信かなと長崎の発信かなという考えに至りまして先ほどのような話をいたしましたやっぱりマスコミにエクスポージャーされるようなあ例えばシカゴに行ってシカゴ・トリビューンが取り上げるとかですね、まあ、そういうあのことも含めてですね、えー、計画していきたいと思っています。国連に えー、中に入ってしまうともう本当にそこの中だけでのあれになるんですね、発信になるんですね、これだけじゃだめですよということは、国連の数量の位置にある人地位にある人から直接言われたことがあります、僕はあ。日本の運動はどうも国連で <laughs> 頼りになってしまってますよねとで、国内でも政府に対するその被爆者の実際の運動が今はないんじゃないですかということですね。そういうい意味で 日本の国内が一番難しいと思うんですよね、えー。そういう意味でもう少し日本の国内ではどうするかを考えないといけないと今思っています。ありがとうございます。えー、そしたらですね、あのちょっとじゃあ,あの今お話をいただいたことで、えー、友永先生が今お話になったことを受けてですね、ちょっとあの少しリチャーズ大使にお聞きする質問の角度を少し変えたいと思うんですけれども、先ほどあのリチャーズ 大使がですねその事実を伝えるだけでなくなぜそうなったのかというその何をすべきかという考えを深めるということを促すような、まあ、そういう教育が必要であってそれを日本の役割としてできるというお話をされたと思うんですね。でその今あの友永さんのお話でその被爆地の持つ力というところで今話が終わったかというふうに思うんですがその。 まあ、まさにその今回リチャーズ大使が長崎での体験をもってですね。核軍縮にコミットされたというのが、その証拠であるというふうにおっしゃられたこともその通りだったあると思います。で、その原爆の実装を知るためにですね。その日本にこれからもっと人を招いていくということを。まあ、この間の岸田首相の広島アクションプランというところの目玉でもあるわけなんですけれども、ここでちょっと問いたいのはですね。そのこう。 招くだけでよいのかと一体日本で何を学んでもらい何を伝えるのかそれは被爆の実相事実を伝える以上の何が私たちとしてそこに提供できるものがあるのかとそのどういうメッセージを私たちが発することができるのかというところに関して、えー 皆様からもう一言ずついただきたいというふうに思います。リチャーズ大使すでにお話を少しこのことに触れてはいらっしゃいますが、ぜひ最初に一言ですね、その日本にぜひこの伝えるべきこととして期待することをですね、えー、お話しいただければというふうに思いますが、いかがでしょうか。 hiroshima and nagasaki and um, it influenced my life and allowed me to have a deeper thinking and to shape my work as a diplomat towards uh, supporting this important cause uh, so there is value as um, miyazaki said about in-person um, experiencing for their own eyes the reality and that's been the power of nagasaki and hiroshima these visits that you, you witness this it changes your own perspective when you see that, but I do um, agree with uh, Kaira San that um, the pandemic has given us more tools for a wider um, engagement and reach, so that we can, you know, um, include the youth more globally. Uh, in terms of um, the deeper thinking, I think one approach to that, which, I, uh, which Mayor Tawe is trying to push, is cultivating a culture of peace. And I think Miyazaki said it as well about the what is peace, but the linkage of other issues, whether it's social justice, whether it's climate change, whether it's the pandemic. So we are having a multi dimensional multi-perspective and then it is um, impacting people in just ordinary aspects of their lives and then they can have greater ownership and connection it's about connecting to the issue and i do agree with dr tomanaga um, that we have to go beyond um, just depending on the multilateral process we have to include the media because that's where we have uh, greater publicity and awareness because in the 80s, during the Cold War, I think the media played an important role in highlighting the inhumanity and the inherent danger in nuclear weapons use. So we need to get back to that space. But in this very multi dimensional world, i think we have to do an interdisciplinary approach. and i'm really happy that nagasaki university, dr. kono, is looking at planetary health. so it's giving us all a space to connect to this issue. and so the sdg framework allows us not to have disarmament and nuclear weapons in a silo, but linking it to the existence and to the health of this planet. <laughs> ありがとうございますでは、えー、今の点についてですねあのこれがちょっと時間の関係であの他のパネリストの方々大変申し訳ありませんが最後お一言ずつということになりますが今そうしたその。 こ,のこれから先に被爆地が向き合っていく上での,その課題とそしてその鍵になる手がかりというところを少しお話をいただきましたそして外,か外の人々にこれからに長崎がですねその伝えていけるということのその視点も含めてぜひ最後お一言ずつですね今これが私たちの大きなあの力でありそしてこれを前に出していくべきだというところも含めておの一言いただければというふうに思います。その 単に被爆の実相を伝えるというだけではないプラス今リチャード大使からお話がありましたその他の一周とつなげていく平和の文化を作る力というまさにそのことも一つだと思います加えて他にもしありましたら皆様からも一つずついただければと思いますいかがでしょうかじゃあ順番はですね、えー、先ほどこう言ってこうきましたら今度はじゃあ宮崎さんから行きましょうか公平にまさにこれがジャスティスです <laughs> はいえっと、もう皆様方があの力強いメッセージを発されるいるの私はちょっとあれなんですけどもやはり、あのやっぱりここは原爆の惨禍を経験した街なんだという揺るぎなき原点をもう一度きちんと見つめ直すと同時にです、ね、やはりまあ繰り返しになるかもしれないんですけどもあの平和をこう因,数因数分解するというかあのした形であのいろんな形のやっぱり語りと えっと、発信というものを、えー、いかに持っていくかっていうところに本当に尽きるなと思っていて先ほど、えっと、平和文化をあのすみませんちょっとつけてなかったんです平和文化を耕すというようなことをあのリチャーズ大使がおっしゃったような気がするんですけども我々がう平和と一番好意をお題にして言っている論拠はやはり原爆なんだけどもなんだけどもそれぞれの平和がある中でそのいろんな人をこう迎え入れてですねあの おそらく原爆について学びに来た人が来たとしてもここで青臭い議論かもしれないけども平和って何だろうってことをいろんなあの背景事情をえ抱えた人たちとあの膝を突き合わせてこう議論をしていくっていうのがやはりあの長崎なり広島の訴えをさらに広げていくことにあの原点を揺らがないことは大事なんですけどもやっぱりつながっていくんじゃないかなっていうふうに期待をしていてだからやっぱりこう 楓さんなんかもおっしゃってますけども、やっぱりこう社会課題の横断的にですねやっぱ議論するというところにですねかけて、あのやっていくところがやはり、うん、最終的にはそこに尽きるんじゃないかなというような思いをさらに強くしておりますすありがとうございますでは、そうしたら次は、友永さんお願いします、えー、あの核なき世界を目指すということだけで、ですね今後、被爆者が活動していくかということなんですけども。 えそれはあの先ほど言ったアメリカ国内をキャラバンする時にはですねやっぱりこの SDGs とかいろんな地球の将来を考えるような時にですねえ我々が経験したこの原爆のシビアな体験というのを土台にして未来を我々が語るというようなですね、えー やり方でアメリカを回る必要があると思うんですよね。やっぱりあのいろんなあ環境が破壊されている人間の活動でですね。その中で最も決定的にその地球をダメにして人類の終焉を迎えるのが多分核ひ核戦争だと思うんですよね。えー、それを中心に置きながらしかし、えー、その他の諸問題をやっぱり。 同時に解決していく新しい人類は生き方を選ばないといけないんじゃないかという視点からのキャンペーンというふうに今のところ考えています以上ですありがとうございますでは最後に楓さんお願いしますはい。ちょっとあの皆様と被ってしまうところもあるんですけどもやはり長崎広島で あの実際に原子爆弾が落ちましたっていう事実だけじゃなくてその下に。 そこにそのたくさんの人間私たちと同じ人たちがいて人生があって命があったっていうところをずっと伝え続けていくっていうところはあの宮崎さんもおっしゃってたように揺るぎないものとしてずっとあの誇示していく必要があると思いますしかしながらこれそれも伝えつつじゃあこれからもっと平和活動とか平和の輪を広げていくにはどうすればいいのかって考えた時にじゃあ核兵器の問題を考える時にそういったあ核兵器の問題を考えるときにそういった世界でも核 禁止条約ができたように人道 的ななアプローチっってていうののも主流になってますのでそういった人の命について考える視点であったりとかじゃあ技術的に何が問題があるのかどういった危険があるのかとかじゃあ経済にどういった悪影響を及ぼしているのかなどそういったいろいろな入り口といいますかいろいろな視点を用意してこれからそこに興味を持ってもらえる人などを増やしていろんな人と議論をしてそういった方向に進めていく必要があると思っていますしそれがこれから若者としてしていく いかなななければならないそしてそれを未来の世代につないでいくっていう必要があると思っています。 はい、いありがとうございますあの。実は昨日一日ですねあのリチャーズ大使といろんなところをこう回っている中でそのやっぱりこう社会変化を起こすのにものすごく時間がかかるとだから私たちペイシャンスつまり我慢強く忍耐強く粘り強くいかなきゃいけないということを言っておられましたしかし同時にですね、私たちはインペーシャンスつまりこれはもうだめなんだってこう立ち上がるですね変えようって急いで変えなければいけないっていうふうに動くその両方が必要です 必要なんだとで先ほどその陸上の話をおっしゃられましたけれども私たちはそのス,プリンスプリンターつまり短距離走者でもありまたマラソンを走るランナーでもありですね両方必要なんだと私たちはその両方の面が必要なんだということを昨日おっしゃられてて本当にあのそうだなというふうに思いましたそして、えー、ボブスレーでですねあの雪のないそのジャマイカでもできたそのボブスレーの教訓もやっぱり まやればできるとそして私たちには力があるというですねその変化を起こす力があるこういったいろいろなことを全てこれジェンダーの問題なりそして核兵器の問題も全てつながっている私たち自身のその力を信じてそしてえ我慢強く粘り強くしかし急いで動いていこうみたいなことをとてもこのリチャード大使から受け止めることができて今日皆さんとそういったその こうちょっとした興奮をですね共有できる場ににななればよかっったなという,ふうに思ってみま,、はいえー、ません司会の不手際で大変ちょっと時間が過ぎてしまいました以上をもちまして第2部のパネルの方を終わりにしたいと思いますではパネリストの皆様に温かい拍手をもう一度お願いします。はい4名の登壇者の皆様中村先生どうもありがとうございました。 では最後にですね調べ進む核兵器廃絶長崎連絡協議会会長長崎大学特命教授よりご挨拶を申し上げますではステージの方へお願いいたします 皆さん、最後まで、お聞きいただいて、ありがとうございます。あの。えー、今日はですね、私、まあ、あの、個人の感想。をですね。言っていいですかね。あのえー。僕が最近考えていることが、今日全部出たような。あの、シンポジウムだったと思います。非常にいい会をありがとうございました。えー、僕もですね、今年。 いいですかね、あの、課、え、金、ー、会議にも行きましたし、NPT の決裂、まあ、した会にもですね、短い間で参加をしました、<laughs> その時に感じたことは、えー、長崎からの発信というのは、みんなすごく聞いてくれていて、大きなインパクトがやっぱあります、<laughs> 友永先生のスピーチはですね、本当に <laughs>、えー。 拍手は鳴りやまないですね、えー、話でしたし皆さんすごいあの印象深く思っておられたで、えー、若者の台頭もありましたですねそれから、えー、<coughs> 女性の台頭っていうんですかねまあジェンダーと言いますけど、まあ、女性が本当に発言をするようになった最近ですね感じますそういう中で、えー、やっぱりでも えー、世界はなかなか動かない日本が全然動かないですねあの、まあ、それは本当に感想でありますあのそういう中でですね、えー、今ウクライナの危機があってだ今一度、えー、核兵器のです、ね、意味を考え直さないといけない自分自身がですねやっぱり77年間使われなかったことに対する 安心のようなものがなんかあったんじゃないのかな、最近思うんですけどね、やっぱり核戦争、今ここにある危機。ということで、もう一度やっぱり、えーえー、背筋を伸ばしてですね取り組まないといけないなと思った、今日の僕の感想です以上です。 調べ会長ありがとうございました以上をもちまして核兵器廃絶長崎連,連絡協議会創設10周年記念特別講演会核なき世界への新たな挑戦長崎からの発信を終了させていただきます皆様どうもありがとうございました登壇者の皆様にも大きな拍手をお願いいたします